キリスト教教理入門、ミラード・J・エリクソン、第一章、神学とは何か。第二節、神学の方法の序文。先に神学は学であると述べてきた。このことは神学にはある程度明確な手順があることを意味する。これから説明する初段階はその順序に厳格に従う必要はないが、論理的な発展性があることを示している。